きつい。はい、どうもこんにちは、うまでございます。ということでね、今回なんですけど、ちょっとしたお知らせ動画ということで、まあタイトル見ればわかると思うんですけど、この度インフルエンザかっこはつなになりました。いえ、イエイではないな。ね、インフルエンザではないと思うんだよ。どうなんだろう、わかんない。インフルエンザかもしれないし、インフルエンザじゃないかもしれない。いや、病院は一応行ったんですよ。ね、元はというと、まあ先週とか動画いつ開けてるかわかんないけど、この前同窓会があったんですよ、昔の中学の頃ので。それ行って2日後くらいかなに、まあ普通になんか夜なんか気持ち悪いと、寒気がするということで熱を測ったら、まあ38度4分ありまして、いやー、もしかしたらインフルかなと思ったんですけど、インフルエンザの検査って熱が出てインフルになってから12時間以上経たないと検査できないんですよ。検査しても陰性になっちゃうみたいな感じなんで、とりあえずまあ時間も遅かったし、一晩寝て明日の朝熱があったら行こうと思って、とりあえずその日はまあ家にあったロキソニンを飲んで寝たんですよ。で、とりあえずそれでまあ熱は下がるだろうなと思って寝て、でそれで朝起きたら、まあ昨日の夜よりはちょっと体調いいかなという感じで、熱上がったらまあ36度8分と見事に下がってたんで、よかったんですけど、で、それ、あ、なんだ、普通に熱下がってんじゃんと思って、でそしてその日の午後くらいにまたなんか寒気がして気持ち悪いと、関節も痛いとなって、で熱で測ったら38度2分また出ちゃって、でそれで、あ、これはもうインフルじゃないかなと思って病院行ったんですよ。で、その時ちょっと同窓会だったんで、こっちに帰ってきたんですよ。こっちっていうか、実家に帰ってて、でそれで実を言うと、家族がちょっとインフルエンザになってたんで、まあ隔離して過ごしてたんですけど、まあその家族もインフルエンザだったっていうこともあって、やっぱこれはうつったかもしれないなと思って、で病院行って、まあ、2時間くらい待たされたんですよ。それがまあこの時期だからねこの時期だから結構風邪とか同じインフルの人とかいっぱい待ってたんで、まあしょうがないなと思って2時間待ってたんですよ。でそしてやっと呼ばれて、で診察室入って、まあ実は高熱があって寒気がして気持ち悪くて咳も出て関節が痛いですと言って、でそれで周りにインフルの人いますかって言われて、でまあ家族が一応インフルになってるんで、もしかしたらそれを移ったかもしれませんって言って、でそれで検査したんですよ。鼻に綿棒をぶっこんでほじられて、で5分くらい放置するみたいな、まあインフルの検査受けたことある人ならわかると思うんですけど、それやって、まあ1回診察室に連れて5分くらいしたらまた呼ばれまして、でそれで医者の方に、いや、インフルの検査は陰性だねって言われて、あ、マジか、こんな症状あるのにインフルじゃないのかと思ってたら、それは良かったと思ったんですよ。でもそしたらお医者さんが、でも症状とか家族がインフルだから私の判断でインフルと認定しますって言われたんですよ。認定されちゃったんですよ。なんか聞いた話によると、臨床診断っていうらしくて、検査が陰性でもお医者さんの判断があればインフルともう認定できて、インフルの薬を飲めるということらしいですね。で、え、マジっすかと言って驚いたんですけど、俺も。それでまあ、とりあえずインフルの熱を下げる解毒剤と、まあ、喉も少し赤くなってたんで、抗生物質と、あと咳止めと、あとイナビルだっけ、イナビルっていうなんか、吸入型の薬をもらいまして、でそれで薬局行って処方してもらったイナビルをその場で飲むということになって、っていうのもそのイナビルって薬が1回するだけでいいんですよね。2個出たんだけど、
その2個をまあ立て続けにするともういいらしくて、でその場でまあやりますってやって、カチッてやって吸うやつなんだけど、わかるかな、通じないかな、これじゃあ分かる人には分かると思うんですけど、あの杏仁豆腐の味がしましたね。ちょっと苦い杏仁豆腐みたいな、あのツイッターでそれ検索したらみんな言ってたんで、イナビル杏仁豆腐みたいみたいな、なんで僕の口は間違えてるわけじゃないかなと。でイナビル飲んで、でそれで家帰ってすぐもう解熱剤と抗生物質と咳止めの薬飲んで、で寝たんですよ。でそして次の日朝起きたら熱上がったらまた36度7分とかになってて、あーこれ本当にインフルなのかなと思って、まあよかったよかったと。で普通にまあその日は安静にして、まあ、特に動画も撮れないし外にも出なかったんで、まあ普通にぼーっとしたりとか、まあサッカーアジアカップ見たりとかしてたんで、でそれで1日安静に過ごして、夜まあ念のため熱測るかと思って測ったら38度またあったんですよね。なんか朝熱出なくて夜出るんだよね。なんか下がったり上がったり、なんか体温計が壊れてるのかなかもしれないんだけど、なんかすごいエレベーターみたいな感じで上がったり下がったりしてて、でまあ結局それで薬も飲んで、それでもやっぱ体調悪いから明日病院また行こうかなと思ったんですけど、でもやっぱ薬もまだ残ってるし、インフルのそのイナビルもまだ効いてないのかなと思って、普通に次の日も行かなかったんですけど、でそれでまあ薬も処方された薬をちゃんと飲んでたら、朝も夜もちゃんと熱が上がらないようになって、まあ、その間結構スポーツドリンク飲んだりとか増水食べたりとかしてなんとか乗り越えてたんですけど、でやっと、まあ、熱も下がって、喉はまだ痛くて咳も出るんですけど、まあ他の関節痛とかも治ってきて、それでおよかった下がったと思ったんだけど、まあ、その間フットサルとかそういうのも行けなくてすごい残念だったんですけど、でやっぱそういうふうに安静しないとなと思って、で結局病院ではそれ以降行かなくて、結局今ももう元気になって普通に話してるくらいなんで、まあ結局あれはインフルエンザだったのか、それともただの風邪だったのかって感じですね。いやどうなんだろう、インフルじゃないと思うんだよな俺、正直検査も陰性だし、インフルにしてはあんまそこまでしんどくなかったんですよ正直言って。だからただの風邪かなと思って、インフルエンザももう本当に小さい頃になって以来なってなかったんで、どんなのか分かんなかったんですけど、まあ多分インフルエンザではないなということで俺の中ではそうなりました。多分ね、まあ、分かんないよ、でもお医者さんがインフルって言ってるから本当にインフルかもしれないけど、私はインフルじゃないんじゃないかなと思っただけです。はい、以上、まあ、結局ねやっぱインフルにしろ風邪にしろそれかかってしまったら自分のせいなんで、ちゃんとマスクもしなかったんで、同窓会の時とか外に出る時とかもちゃんと風邪予防にマスクをしたり、帰ってきたら手洗いうがいをよくしたりとか、そういうのして感染を、まあ、予防するっていうのはすごい大事なことだと思うんで、まだインフルエンザになってない皆さんはこれからまだまだ流行ってくると思うので十分気をつけてください。はい、てなわけで以上本日の動画でした。ありがとうございました。私は寝ます。おやすみ。